からうどちゃんです。はい、ヒートです。よろしくお願いします。はい、ということでこの3人で、はいはい、企画をしていきたいと思いますが、はい、まあ、合わせましょうということで沖縄に関するテーマをもらってるので、まあ、その答えを3人で合わせましょうという、はい、もう名前のまんまのゲームでございます。頑張ります。はい、がなかなかね、なかなかね、なんでかね、自分愛が強いんだよ。めちゃめちゃですよね。もうちょっともう一個はあの北側にも北に目を向けないと、北部に行ってほしいし、なんか真ん中集合してほしい。うどんちゃんはもうちょっと南部来てほしい。あ、なるほど。こうね、そうそうそう、那覇寄りで、まあ、3人で合わせていきましょうということで、はい、早速今回のテーマ発表します。なんだなんだなんだ、は？は？怖い怖い。ヤンバルってどこからがヤンバル？いやいやいや、ちょっと待ってください、わかんないです。あ、だからまあヤンバル地域みたいなのがあるじゃない。うん、まあ、そもそもの真ん中あれだな、萌え子がちょっと理解してないんだ。ヤンバルはわかる？ヤンバルはわかります。どこの市町村から浦添市、浦添市はヤンバルではないです。そうですね、はい、でこう市町村をこうだん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 北上していったら、はい、はい、ある地域からヤンバル、まあ、地域というのか地方というか、あ、なるほど、県外で言ったら関東地方とか近畿地方とかあるでしょ。はい、分かってないな。先生、日本人で読めないんですよ。これは市町村を言うの？市町村を言うってことよ。あ、じゃあ何市からが、あの何村から、何町からヤンバルと思うよっていうことですね。そう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 、うん、まあでも、うん、なるほど、まあ、普通でいいのかな。普通にじゃん、普通でいいのかな。その普通がわからないんだよ、こんだけ偉そうに説明しといて。こんだけ説明したけど普通がわからないんだよ。救急車、ポスターが起きてる。普通でいいんだよね、みんなね。はい、オッケーオッケあそこはどこ？あそこはどこっていうとこ？え、例えば那覇だったらどこからが那覇なんですか？那覇は那覇だろ。やばいかな。大丈夫？もうじゃあもう、もう絶対違うって言われると思うけど、もうこれしか思い浮かばない。一応かけてはいるんだよね、二人ね。はい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 。せーの。いや、国神は名古も名木地も入ってるからある意味正解だよね。国神村は国神村でしょ。あ、国神村、うん、村あるよね。あ、そう、国神村じゃないの。書いた本人が分かる。国神村はなくて国神郡ですね。あ、郡か、郡ですね。国神郡名護市そうとか、国神郡大宜味とか。あははは、あ、そう、大宜味だ。まあ、大宜味とごちゃ混ぜになった。いろいろ国神村はあります。ある、あるって、ある。どこ？え、それこそ大宜味の近くじゃない？これが分からん。マジか。ヤンバルっていうのは市です。うん、違う違う違う。なんつうの、大学で何もやばいやばい。ニックネーム。ニックネーム。ヤンバルって何？ヤンバル地方。北部のさ、あの名所、なんていうかな。優しく言ったらヤンバル。厳しく言うと、あの雰囲気じゃない、ふわっと言うとヤンバルじゃないわけよ。え、そういうことでしょ。山に原って書いてヤンバルって書くから山と原っぱがあったらヤンバルだ。やばい、あ、じゃあ国神海景色もヤンバルになっちゃう。だから南部っていうのがどこまでが南部なのかみたいな話。あー、ヤンバルっていう、浦添市は中部ですか。あー、なるほどなるほど。え、答え書いた後にこの説明してちょっとこれ無駄って、私ここだよ。あ、でも名護かなと思ったのよ。名護からがヤンバルかなって思いますね。だから高速降りたところが巨田さん、はいはいはい、巨田インターが何市かなって思ったわけ。なるほど。でも名護はちょっとなんかイメージまだ都会だなと思って。うん、そうですね。そうそう、うん、どこからが名護か、はい、ちなみにヤンバルかっていうのウィキさんの力を借りましょう。ウィキペディアありがとうございます。はい、ヤンバルとは、はい、沖縄県沖縄本島北部の山や森林など自然が多く残っている地域を指す。あ、うどんがいいの、ちょっと、すごい、山と原っぱがあれば山と原っぱがあればヤンバルっていうの。これじゃあだんだんさ、地域、なんつうの、都市開発進んでったらヤンバル地方もちっちゃくなっていくのか。あ、上がっていくんですかね。じゃあ全部正解ってことですか。確かに。じゃあどっからがスタートだから。スタート、まあ、スタートね。なんかいろんな多分意見がね、ある。まあ女村からヤンバルでしょうとか、大宜味から林の座からでしょ。ちなみに、はい、おおむね名護以北を指す言
から。おお、じゃあうどんちゃん正解。だけに半世紀来てないな。まあ、ちなみに正解よっていうより3人で合わせるので、ね、間違ってよが何しようが。そうなんだよ。でだから普通でいいのかなと思って。そうだね、そうだね、そうだね、シンプルでよかったですね。いや、もう一個の場合シンプルないろんなこと勉強しようかね。そうですね。かわいいな。そうだね。ということで今回残念。残念。はい。正解はね、うどん茶のまあ名護以北と言われているだからあれなんだけど。まあ確かにね。まあやんばるという地方がありますよということで、はい、覚えて帰ってください。この動画がいいと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回。バイバイ。バイバイ。